ルキノっていう役に関してはあんまり違和感なく自分の中にスッと入ってきた感じでしたね。コミュニケーションをあんまり人と上手に取れないところとか、時々発狂してるところとか、なんとなく共通点があって、この映画やるまでこうやってずっと映画の撮影とか役者でやっていくってあんまり考えてなかったんですけど、そうですね、本当全てにおいて原点というか、藤崎龍之のがずっとこう今でもなんとなく根付いてるような感じですね。初めてだったんで比較ができなくて、現場はこういうもんなんだと思いながらずっとやってたんで、その後々こういろんなちょっと重ねていくと割と特殊だったんだなって思ったんですけど、愚者の瓶詰めを乗り越えたら結構いろんな現場が乗り越えられるなって思いました。お弁当が出てくるのにびっくりしたりとか、うちに帰れるんだとか、ちょっとびっくりしましたね。頑固ですね、すごい頑固だと思う。あの自分の中に独特のその世界観があって、それにすごいこだわってるのが、そのこだわってるものがすごくかっこいいから、みんながそれを目指してついていこうって思えるんじゃないかなと思って、あとなんかずっと寝、なんだろう、寝ないでずっと撮影中もいたんでタフだなと。名前とか人の名前とか階層の名前、物の名前とかが結構面白くて、監督の好きなものがちょっと分かってしまうんじゃないかなっていうような、こういろんなとこからちょっと引用されてる名前とかもあって面白かったりするんで、ぜひ何回も見てみて楽しんでください。スタッフの方が大体学生の方で、プロの方はまあ撮影監督の安田さんくらいで、ボランティアの方々が握ってくれたおにぎりがですね、もうだいぶほっとかれたままになってしまって、もう腐ってしまったっていう時がありましてね、すごく悪臭を放ってですね、これはもう腐らせちゃったななんていう時にですね、助監督の奥村君がですね、おにぎりを喜び勇んで取りに来ていや、俺それもう腐ってるよって言ってるんですけど、笑いながら食べて、こう全然大丈夫ですよって言ってるあたりで、この映画終わるんだろうかってすごい不安に苛まれたんですけど、俺についてこいというようなタイプでは全くないんですけど、なぜかこう周りのみんながですね、気づいてみるとものすごい一生懸命になってるという、そういう気にさせる不思議な方だと私は思っております。表に表さない静かな炎を感じますね。さあ羨ましいです、燃費がこういいかなみたいな公開が決まりですね、渋谷のあらゆる映画館の前でこうチラシを渡したりとか、そういう草の根運動のようなことを、してきたわけなんですけども、でもそれで見に来てくださった方っていうのもやっぱり結構いらっしゃって、チラシ配りにも初めはちょっと恥ずかしい感じがしたんですけども、だん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 快感になってきたりなんかしてインディーズでなければできなかったことをすごく経験させてもらって、アップしたらこれで終わりなんだということではなくてですね、今後その役者をやっていく上で姿勢を改めて考えさせられたというか、こういった気持ちは忘れちゃいけないんじゃないかなと、ということを感じさせてくれたものでございました。まず自分にはこう全く違う人物だったんで、もうできるかなっていう不安がいっぱいだったんですけども、やっぱり一番助かったのは、山口監督の台本には必ずその絵コンテと詳細の役の設定の説明があるんで、あれでほぼ僕の中で8割9割方すごく演じる上で、役作りの上ですごく助かりましたね。エレベーターガールをこう強姦して襲うシーンがあったんですけど、もちろん実生活ではそういうことをしたことないんで、女性にもこう手を挙げたこともなかったんで、すごく悩みまして、そのエレベーターガールの人と練習しましょうって言ったんですけども、相手の人はそれをやめましょうって断られまして、監督のスタート聞いた瞬間に自然ともう感情のまま声が出たっていうのが、自分でも今でも嬉しかったことの一つですね。クランクインになってこう頭を剃って眉毛も剃ってこう
衣装を着るとスイッチが入ったんですかね。なんか共演者の方の本当に自然な演技に触れて助けられたというか、本当に自分一人で演じられた役じゃなかったような今は気もします。羨ましかったことがありまして、役者がこう上手い演技をすると山口監督は OK って言うんですけど、嬉しそうな顔をされて OK っておっしゃるんですよね。それがすごく横で見てて、ああ羨ましいなと思って、そういう OK をもらいたいなっていうのをこう撮影中感じましたね。撮影入る前に山口監督ご自身が書いた絵コンテを見せていただいたんですけど、いろいろメインキャストその8人以外の登場人物も絵で書いてあって、これが実際撮影に入って実写になるとどうなるのかなっていうのが本当楽しみだったんで、でそのセットができてエレベーターのでみんながその衣装を着て撮影に入った瞬間にかなりもテンションが上がって、ああこれは面白いものができるんじゃないのかなっていう、かなりちょっと楽しめそうだなっていう、なんすかね、普通にワクワクしましたね。変な人ですね見た目はすごくひょうひょうとしてて、でまあ好青年なんですけど、すごく実際上がってくる絵はとてもその山口監督の普段の佇まいからは想像できないものが上がってきて、まあ、才能ある人ってのはちょっと分かんないもんだな見た目だとって。白い服を着てて、で最後のシーンで登場する防護服の男がいるんですけど、僕この作品は本当に漫画みたいだなって、でこれが実写になる面白みがあるんじゃないのかな、まあ原作あるものじゃないですし、もともとその山口監督自身オリジナルのものが、その漫画っぽいテイストのものが映像として上がるっていうのはすごく楽しいことじゃないかなと思ってて、その防護服っていうのは特に実際こんなやついるわけねえじゃねえかっていうのが出てきてて、でもコミカルって面白いですね。役としては本当はシリアスな役どころなはずなんですけどね、佇まいが好きですね山口監督を筆頭に面白いものを作ろう、環境が整ってないからこそみんな本当に山口監督を信じてやらなければ作品は上がらなかったと思うんですよね。そういうみんなの思いが結構力になってできたんじゃないかなと思います。そういうのはそのインディーズ体制っていうんですかね、そういうのだからこそ身内だけで満足するわけじゃなくて、ちゃんとそれを外に出せるようにみんなに力を合わせてやってこれたところがあるんじゃないかなと思います。すごいしぶといなっていうこんだけ一本の映画をしつこく作るっていうのも、まあ相当執念がないと、執着とか超えて執念っていうか本当しつこい人じゃないと絶対できないと思うから、まあ、他の人に何言われようと、現場現場で何があろうといろんなことを自分のやりたいことを貫いていける人じゃないと絶対できないし、そこら辺は本当すごいなと思って、この映画は絶対山口監督がいないとできなかったし、まあ、それは当たり前なんだけど、他の人だったらここまでこの DVD のとこまで持ってこれなかったと思うんですよ本当に。渋谷で上映できることになったっていう時は本当にもうすごい感動して、というか映画がまず出来上がったっていう時に、最初の試写会の時に本当に感動して、もうそのたんびに本当に監督すごいなと思って、粘り強い、まあ、チラシ配ったりとかそういうのも全然街に出ていろいろやったりするの自分も嫌いじゃないから、まあストリートで始まってるような映画だし、もともとインディーズムービーフェスティバルというので始まってるから、逆にもうこの映画を持って車でなんかバンとかでみんなで日本一周回ったりとかそういうのやりたいぐらい世界回ったり、泊まり込んでの撮影っていうのが初めてだったんで、まあ、役者の方は結構仮眠取りながらだったけど、スタッフの方は全く寝ずにやって、でカメラマンの安田さんがなんか寝ないんだったら食わなあかんとか言っておにぎりばっかり食べながらやってて、なんだろう、そういう経験が初めてだったんで、すごいなって単純に感心しました。自分が囚人の大きい方がルキノにやっぱ撃たれるシーンが、でスローモーションになってっていうシーンが自分の中ではやっぱ一番気に板にもう上からロープで吊るされて 3,4 時間ぐらいずっと宙吊りみたいな形でずっと今日最後のほんとちょっと吐き気まで催しながらやってたんですけど、絵になってみると全然手作り感みたいのがなくなってて、なんかむしろかっこよかったんで、すげえなーって思いましたね。まあ本当に苦労したって
って意味でも、その映画の中で気に入ってるシーンとしてもあそこの場面が一番気に入ってます。エレベーターガールっていう職業 でしかもこれは移動機頭っていう乗り物の運転士でもあり車掌でもあり、だから百貨店のエレベーターガールの横にちょっとそっと立っていろんな百貨店行きました。でエレベーターガールのこう挙動を観察して参考にしたり、あと電車の車掌さんのアナウンスとかそういうのを参考にして自分の中でいろいろ熟成させて楽しかったですね。やっぱり自分演じていたエレベーターガールもちろん大好きです。愛してます。愛しい。自分が演じてる以外のキャラクターだとしたら、私は主婦のアラモッチャがすごく好きで、割と状況によってすっごいこうエキサイトしたりとか、泣いちゃったりとかグラグラ揺れるんだけども、たくましいですよね彼女が。下の方に出てくるテロップだとか、もうほんのちょっとした小物だとか、そういうところにすごいキュートな笑いがまぶされていて、こういう独特のテイストセンスがいいなと思います。ああもうあれは素晴らしいと思います。デザインされたの監督ですね。私すごいあの制服に助けられた部分があるなと思うので、素晴らしい衣装だったと思います。でもすごくあの純粋な場所だと思うんですよ。例えばお金がもらからなきゃいけないからこうしなくちゃいけないとか、そういうふうな縛りがなくて、こう自分たちでやりたいことを本当に純粋にやりたいだけやるっていうことができる場所だと思うので、そういう場所に身を置けてすごく良かったと思います。知ってる自主映画の監督とか SF 的ものに手を出して制作していく時っていうのは、やっぱ笑う方へとなんか作品が傾斜していく傾向があるのにかかわらず、きっちりと逃げずに細部の至るところまできちんと作り上げて、で SF 的要素もちゃんと整えられて作られてるっていうのが、他に類を見ないような作品だなっていうのは、強く感じました。商業的な作品の現場に行った時っていうのは、もう自分がやることっていうのは全て決まっていて、本当に映画を作る一部品みたいな感覚で商業映画の現場に行く時はいるんですけど、スタッフとの距離がすごい近いっていうところで、こういう作り方ってすごい気持ちいいなっていうのが、まあ率直な意見ですね。一ポジション、一部品っていうよりは、逆にこれは自分の映画なんだっていうような意識が芽生えてくる。愚者の瓶詰めはやっぱ監督だけじゃなくて、まあ、みんなでやってる映画なんだっていうような自覚が芽生えてきた時が、あ、こういう作品作りってみんな多分一生忘れないだろうなっていうふうに思いましたね。